どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きやっていきましょう。何？告発に関しての質問は受け付けないわよ。今調査中なんだから。それも気になるところですが、残念ながら別の話です。俺は真剣な表情を作った。はるかの自殺未遂の件を噂している生徒が言ったんです。俺たちの通ってる学園で過去に自殺した女子生徒がいたと。生徒会長の顔色が突然変わった。俺の想像していた以上の露骨な反応だった。誰がそんな噂をしていたの？名前はわかりません。男の先輩でした。はるかの自殺未遂はその女子生徒の呪いだって。まさか、そんなわけないわ。如月君はその話を信じたのかしら？信じたくはないですね。でももう一つ気になることを言っていました。深夜の学園で動物の着ぐるみを着た霊が校舎の中を徘徊する怪談話があると。そう、そんな噂が流れているの。生徒会長は空き缶をゴミ箱に投げ捨てた。そして覚悟を決めたように軽くうなついてからこちらを見る。昨日の自殺未遂の件、一瞬だけど私も指導芽衣子さんのことを思い出してしまったわ。指導芽衣子、その人が過去に学園で自殺した生徒なんですか？私も先輩から聞いた話だから真偽のほどはわからないわ。でも今回の一連の事件で重なることが多いのだから、そんなはずないと思っててもつい指導芽衣子さんの存在を思い出してしまうの。詳しく教えてください。過去に何があったんですか？商店街は買い物帰りの客が行き交っている。みんな忙しそうだった。俺たちの存在を気にしている人など誰もいない。指導芽衣子さんは10年前にうちの学園の生徒だった。10年前か。私たちの大先輩ね。はあ、そんな前の話なんですか。10年前うちの学園がどんな雰囲気だったのかなんて想像もつかない。真面目な生徒さんだったらしく、生徒たちの取りまとめ役として生徒会の一員となり、学園祭の実行委員を務めていたそうよ。ほうほう。でもあまりに真面目すぎて一部の生徒たちと軋轢を生じさせてしまったそうなの。指導さんも相当頑固な方だったらしく、結局同級生たちと折り合うことができずに校内で孤立してしまったそうなの。校内で孤立って相当だよな。孤立ですか？ええ、それが次第にいじめにつながって、生徒会の役員の一人としてかなり厳しく校内の風紀を取り締まっていたらしいの。なるほど。それで生徒たちから恨まれていたというわけですか？そんなことで恨む方が悪いと思うけど、まだ高校生だものね。体は大きくても頭の作りはまだ子供。指導さんはそれはひどいいじめにあったらしいわ。そんなことでいじめですか？10年前も今も変わらないですね。人間って他人に対してはどこまでも残酷になれるものよ。それは今回の事件もそうよ。確かにな。カヤ姉を殺した犯人はまだ捕まっていないが、一体どんな理由があって殺したのか聞いてみたいものだ。でも指導さんがいじめられていたというだけじゃよくある話で終わってたわ。指導さんはいじめを苦に自殺した、それで今でも言い伝える話になったんですよね。俺の予想に反して生徒会長は首を振った。え、違うんですか？単に指導さん一人が自殺しただけならかわいそうな話で終わっていたでしょうね。他にもあるんですか？まさか。生徒会長は言いづらいことのように続きを話すのをためらった。ここから先は話す方も聞く方も気分のいい話じゃないわ。特にあなたは聞かない方がいいかもしれないわ。どんな事実があろうとここまで聞いた以上、俺は真相を知りたかった。それでも聞かせてください。俺も覚悟はできてます。真相は何だったんですか？確かにここまで話しといて続きはまたの機会というのは残酷よね。わかったわ。覚悟ができているというのなら話してあげる。はい、お願いします。そして生徒会長は静かに話し始める。指導さんはいじめを苦にして自殺する直前、いじめの主犯格だったクラスメートを校内で殺害したの。え、復讐したんですか？彼女の遺書が残ってて、はっきりと
死ぬ前に自分をいじめた奴らを殺してから死ぬって書いてあったそうよ。そこまで恨むほどひどいいじめだったんですか。生徒会長は俺から顔をそらした。そして絞り出すように言葉を紡いだ。自殺する前の指導さんは丸刈りだったそうよ。わ。顔の半分は火傷を負っていた。嘘でしょ、そこまで。いじめ半分で髪の毛に火をつけられて、その火が予想外に燃え上がってしまって、指導さんの顔を半分焦がしたの。怖っ。その時点で彼女の家族や教師たちも異変に気づいて、警察に相談とかもしていたらしいのだけど、指導さんは自分の手で問題を解決する道を選んだの。いじめた本人たちを殺した。それから自らの命を絶ったんですね。このまま一生火傷の後の残った顔で生きていくくらいならという判断かもしれないけど、私には理解できないわ。そんなの誰も理解できないと思いますよ。当然の反応です。なんだか意味ありげな表情でこちらを見ている。なんだろう、今変なこと言ったかな。どうしたんですか。話はもう終わったんですよね。これで終わりなら私も話すのをためらわなかったわ。え、何？どういうことですか。もしかしてまだ続きがあると。いいえ、復讐を遂げた指導さんは自殺して事件は終わったわ。彼女の幽霊の存在を指摘する人もいるけど、霊感のない私にはピンとこない話だわ。俺も同感です。問題なのは、指導さんがいじめていた同級生に復讐するとき、どういう格好をしていたかなの。どういう格好ですか。彼女はいじめていた人たちに復讐するとき、動物の形の着ぐるみを着ていたそうよ。嘘でしょ。は、なぜですか。なぜ。それは彼女が実行委員として取り仕切った学園祭の出し物の一つで、指導さんの手作りの大変思い出のある着ぐるみだったからじゃないかしら。まんま伊左衛門じゃねえか。指導さんは生徒会の仲間と一緒に着ぐるみを着たパフォーマンスを学園祭で披露して大変好評だったらしいわ。そしてその噂を聞きつけた町内会長が商店街のイベントの目玉として指導さんたちを呼んで着ぐるみのパフォーマンスをここで行わせた。まんま俺らじゃねえか。生徒会長はすぐ目の前にある商店街通りの中心地を指で指し示した。その場所は俺たちが共同研メンバーで子供たち相手にパフォーマンスを披露している場所でもある。 まるでどっかで聞いたことのあるような話ですね。10年も前の話だから知らない人も大勢いるわ。うちの学園にだって指導さんの話を知らない人は大勢いる。でも知ってる大人もたくさんいる。すごく嫌な事件だったし、何より指導さんの着ぐるみのパフォーマンスは地元のメディアに取り上げられるぐらい有名だったから、ますますどっかで聞いたような話になってきた。じゃあ俺たちが伊左衛門を作ったのは。ええ、町の人たちに完全に指導さんの存在を想起させたでしょう、ね、マジか。町の人たちが妙に優しくしてくれたのはそういうことだったのか。ようやく気づいた。俺たちは自分たちの実力で伊左衛門が評価されて町の役に立っていたんだと思っていたが、そうじゃなかった。町の大人たちは俺たちの作った伊左衛門を見て、10年前に自殺したかわいそうな女の子を思い出していたんだ。俺たちに優しくしてくれたのは、自殺した死闘という女の子に対する罪悪感からか。さらに遥さんの自殺未遂事件でしょ。まるで昔の再現を見ているようだわ。まあ、確かにそんなことがあったとは。もし知ってたら着ぐるみなんか作らなかったのに。でもあなたたちは指導さんのことを知っててやったわけじゃないんだから気にすることないわ。まるで俺たち自身が自殺した指導さんの意思に動かされていたような、何とも言えない気分だった。もうこんな時間ね、そろそろ行かなくちゃ。ありがとうございました。俺は生徒会長に頭を下げた。また明日学園でね。遥さんのことはこちらも便宜を図るから、もしあなたも顔を合わせることがあればフォローしてあげて。はい。半分
浦和の空だった。本当に幽霊は存在するのか、学園を徘徊している伊左衛門は紫藤さんなのか、そしてそれらがあり得るのなら犬神もまた存在しているのか、そんなことがあり得てもいいのか、俺にはわからない。だけど頭の中では紫藤さんの話が巡っている。生徒会長は家に帰った。それでも俺はしばらくその場から動けなかった。次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。